バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。インジケーターの少額資金ライブ投資試験ですね、順調です。勝ち進んでおります。少しずつですけどね、こんな感じでリハリビしましてね、本番で少資金のお弁当を食べるぐらいの程度のね、少額資金の投資をやってます。今こちらの方で、投資し開始しました。上に上がってまして、これが半間陽先生の100万円のインジケーターが下を打ってるということで、こう一回やって勝って、またもう一回ですね。上に上がったんで、もう一回。で、マイナス320円、2発ですから、損益金は320円で損切りすると。利益食いは160円でするということですね。これ全体の通貨国のね、これ、0と2が、バイとセールという意味ですね。ここの通貨国のですね。で、ここにスプレッドとか、マークデイの値ですね。それで、負けとですね、ウィンで4-3-1勝の62勝の状態ですね。シグナルですね。で、ラインが1300でやってます。これは何だっけな。マスク。まあ、マスクはゼロにしてるんですね。ここのとこね。それで、最大マックスとミニマムのね、マイナス102円までいってますね。で、これ、フリーマージンの今の資金ですね。元は62,300円ですね。だいたい160円ぐらいになったら、また、買っとくとまた、ね、いいんじゃないかという感じもしますけどね。で、少しずつ買ってますね。これちょっとこう、カスタムし、これをこうやったわけです。2月ですよね。2月のこんぐらいかやってるかな。1月か。で、レポート。こんな感じですね。こんな感じ、他のテストもしておりまして、こんな感じで、ここの試験ではこんな感じで増えてるわけですね。一応ここのとこ試験として落としちゃってますけどね、また戻してますね。ライブ講座ですね、これがね。で、今、シグナルが上がってたんで、ちょっとこれ、取引した方がいいんじゃないかな。まあ、セールでやっておきますか。ね。で、不都合でね、400円ぐらい負けたのは、特殊通貨国なんですけど、このね、MT4 のバグですね。バグみたいなもんで、ステータス信号を送ってね、送り待ちで、何分以上も停止しちゃうんですね。そういうバグがあって、2回ポイント買って、決算されちゃいました。数値が変化しないために、そのままの数値で置かれてしまって、で、
戻ってきた時にもう数値が変化がひどくなってまして、それでステータス情報を計算できなくて決算されちゃいましたね。これ300円400円ぐらい負けてます。これは私のせいじゃないです。このプログラムは間違ってないんですけれども、MT4 のバグということで、ステータス情報をね、送んないんですよね。送り待ちになっちゃうんです。で、来るまで、ステータスがね、ウェット入って、このインジ、EA とインジケーターが停止しちゃうんですね。そういうね、向こうは送ってこないんですよ。この変化をね。で、その時にステータス、これはまた上がってきましたね。下がってきましたね。プラス2円まで行きました。で、これに対して対応、それに対して問題に大きないスクリプトもありますけれども、それは全体の手の取引ですね。細かくできなくなっちゃうんですよ。だからそういう危ない通貨、買いとこにく、あ、来にくい、あまり使われてない通貨を今外しましたね。これでも起きるんですけども、そんな長くならないんでね。今後どうするかですね。それは注意しないといけないんですね。言わないとね。そこ、ロット上げることができなくなっちゃう。これはできるんだけど、ロット数上げても計算されてね、出るんだけども、ステータスを読まないで処理して、機敏に動作対応させ、